長い長い長い。はい、というわけで、スタジオも入りました。で、今日2月18日なんですけど、昨日の2月17日は、なんと、シラさんの誕生日ということで、これから、立でくつろいでるシラさんたちのところにプレゼントを持っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい。せーの。それではじゃあ、声張らんと聞こえよ。プレゼント渡していきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。もうね、この T シャツがふざける気もあんまだもん。そう、最近ジム通われてるのを聞いたんで、まずこちらプロテイン飲んで体をありがとう。で、鍛えるだけじゃなくて、やっぱ食生活から変えていかないと思ったんで、やっぱ俺もそう思う。こちら、あ、すごい居酒屋ダイエットだったよ。これありがとう、ありがとう、おめでとうございます。おめでとうございます。ひと言、今日の試合の、あ、今日の試合プレゼントもらってない。出します。
怪しい騒ぎ呼ぼうかなって思って通った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 、うん、大丈夫、2回止めた、うん、うん、皆さん日本人なのにやばいですね。大変大変。もう、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 はい、選手に関して最後、渡りに関しても説明いらずできると思うけど、渡り大丈夫、ぶっつけ本番で大丈夫、これで行くんで皆さんよろしくお願いします。お疲れ様です。プレシーズンマッチ、レノファ山口戦2対0で勝利しました。お疲れ様でした。いやー、2018年一発目のゲームだったんでね、勝てたことはすごく良かったと思うんですけど、いやー、なんといってもすっきりしなかったですね。なんか、モヤモヤするっていうか、来シーズン…じゃない、間違えた。来週の開幕に向けて不安が残るゲームと捉えるか、勝ててよかったね、次につなげように捉えるのか、いろいろあると思いますけど、結局来週のホーム札幌開幕勝たなきゃいけないっていうのは何も変わらないんで、今日のを踏まえてきっとチームも良くなると思いますし、広島サポーター全体としても良くなって最高の雰囲気をホームで作って選手と一緒に勝って喜びたいですね。はい、開幕つまずくと去年みたいになっちゃってもおかしくないんでね、行くんで必ず来週勝ちましょう。みんな足を運んでください、スタジアムに。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今から気をつけて帰ります。帰ります、広島まで帰ります。帰ります、失礼します。お疲れ様です。